市立静岡5m89、向かい風 0.7m、 五島15番木村さん、鶴に徳島5m89、風はなし。六島18番三笠さん、恵庭北北海道5m85、向かい風 0.2m。 七島9番芦田さん、鶴が福井5m80、追い風 1.2m。 8島19番広瀬さん、鳥羽京都5m67、向かい風 0.2m でした。女子 800m 競走準決勝は最後の第3組、第2レーンには昨年度の山形インターハイ第4位に入賞しました広島船入の徳重さん、第6レーンには同じく第5位入賞、アンダー18日本選手権で第3位、愛媛国体青年第7位に入賞しました北九州大会優勝、福岡北九州市立の山口さんが出場いたします。それでは準決勝第3組に出場の選手を紹介いたします。第2レーン徳重さん、船入広島。第3レーン佐藤さん、ゼゼ滋賀。第4レーン佐々木さん、学法石川福島。第5レーン中子さん、浜松西静岡。第6レーン山口さん、北九州市立福岡。第7レーン山口さん、青森高校青森。第8レーン武藤さん、桐蔭学園神奈川。第9レーン有広さん、東大阪大敬愛大阪。以上8名によりまして準決勝最後の第3組が行われます。フィニッシュタイマーは2分8秒26で止まっております。1着でフィニッシュは